生きることは病、眠りはその緩和剤、死は根本治療。自殺。2015年日本における15歳から29歳の死因第1位は自殺である。積極的安楽死と自殺幇助を合わせ、安楽死を法で認める国は欧州を中心に6カ国6州にまで広がる。2017年オーストラリアのビクトリア州における安楽死法可決から数日後、フィリップ・ニッツチク医師は自殺幇助マシーンサルコを発表。このマシーンは苦痛なく速やかに死ぬことができる合理的な自殺のためのものだ。自殺は果たして罪なのか。自殺を認めることは罪なのか。自殺法制定。この物語はそこから始まる。バビロン。極めたいんだ、自分が何者か。相棒でいいよな、同じ組になったんだし。ねえアッシュ、この後の任務？あなたは多くの者を救う機会を得るだろう。どんな悪あがきをするつもりか楽しませてもらうよ。いちいち落ち込んでる暇はねえぞ、胸を張れ。もう少しは仲間のことも考えなさいよね。近くにヤバいのがいる。行くぞシナ。はい、ゲッテムハルト様。私は昔から遊ぶことが下手くそで、自分の楽しいが何なのかよく分からへんかった。ミキー、ミキちゃん。せやからほんまは待ってたんかもしれへん。そう、楽しいを一緒に見つけてくれる誰かを。竹香さん、ミキです。よろしくお願いいたします。あ、ごめんごめん、大丈夫だった？今度の日曜日にみんなでカラオケ行こうと思うの。サイコロクラブ。はあ、何これ、すごい綺麗。読めへん、何語？ドイツ語だよ。いらっしゃい、サイコロクラブへようこそ。ここはアナログゲームの専門店。こいつを試してみるか。1か4、お願い。えい、ゴキブリポーカー。これはゴキブリです。プレイヤーは探検家となって遺跡を探検し、宝石だ！すごい！よかった！ミキちゃん！やった！たとえ相手が子供だろうが、女子高生だろうが、容赦はしない。
僕たちの勉強はまだ続いていく。僕たちは勉強ができない。第2期10月より放送開始。さあ、新天地で人生やり直し。今度こそ普通の幸せをつかむんだから。私、次の人生は普通に友達を作って普通に生きたい。だから能力はその世界の平均値でお願いします。幸せ手に入るのかな。私は魔法少女になったの。いい、私たちは仲間なの。負けられないっての。今の私最強でしょ。よーし、気合バッキバキだ。思い切ってぶつかります。私が守るって決めたんだもん。だって私はウイのお姉ちゃんなんだから。